はい、アナパンです。バッシュミューター21の続きを遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。これがもう前回の続きから完全に続きからなるんですけれども、この乗客15人、ゴールドアイランドツーリストセンターで、昇降させましょうというところですね。はい、そこをやっていきたいと思います。今お金がない状況ですので、まずはこの前回最後に購入した CNG バス、このバスに、広告を貼って、少しでもその収入源を増やしていこうというところですね。どこだどこだ、これ合ってるかな。あ、全然合ってなかったですね。ここに行きたいです。ここに、はい、もう一個あれですね、塗装工場、南側にあるんですけど、あそこには魔物が潜んでるんでちょっと北側の塗装工場の方に向かってます。はい、であれですね、その塗装、その広告貼った後にもう、この CNG バスを、このゴールドアイアンの方に行けるルートに割り当てて、このバスで走っていこうかなと考えてます。ここも同じ作りだから怖いっちゃ怖いですけどね。どうだろう、いけるかな。なんかいけたらいけたで、なんかちょっとなんか物足りなさがありますね。で、広告を、広告もなんか前回1個アンロックされたと思うんで、これをつけましょうかね。まあ、ちょっと絵柄が変わるだけで、収入となる金額はあれなんですね。全部同じか。じゃあ、これつけて、変更を適用するか。はい。で、あ、サイドミラーでもなんかついてるの分かりますね。はい。じゃあこれで、あとは、今9のところにこれを外す、ありますけど、それを外して、でこの CNG バスを割り当てる。で、前回この4のところ、ルート6が入ってるのか。ルート7、8はまだ走ってないから、あれで、ルート4にフルタイムで入れてあげればいいか。はい。そうすると、7700円買えるか。うん。
だから時間あるタイミングで、全体的にこの満足度を増やす走行しするっていうところと、あれですね、ルートバランスとかも、なんかいい感じにしないといけないのか。で、この、まあ、ルートいっぱいあるんで、まあ、その、前回言ったように、10万円のバスをいっぱい買って、どんどん走らせていく。それで収入を、必ず広告をつけて、10万円のバスを買って、でやれば、まあ、ある程度、お金は貯まるんじゃないかなと。こっちの塗装工事は問題なくいけましたね。けど、歩行者が多すぎて進まないですね。また5分過ぎちゃうよ。先行こう。信号待ちだったか。よし、またあーですね、もうなぜかマイナス2分とかになってるんで、急いで行かないといけないですね。バス停がアップグレードできます。はい。車椅子の方が乗ったから。この信号赤じゃないか？前回あれですね、走ったので、まあ、ルートは、前回のルートから変えてないので、まあ、どこ走ればいいか分かるんで、まあマイナスにはならない、マイナス5分まではいかないかなとは思いますけど、ずっと遅すぎてまた怒られるんでしょうね。まあやっぱりスタートからマイナスっていうところどうすれば解決できるのかは知りたいですね。おっと、ここ
危ない。よし。あ、そうか、前回もあれか、5分超えてしまったから、あの営業時間外っていう扱いで最後なんかおかしくなっちゃったのか。中間いいっすね。バス停のアップグレードちょっと後でやろうかなと思ってます。あ、車椅子の方がいるか。ちょっと一旦みんな、ちょっと乗らした後にまた車椅子の方をっていう感じにしないと。うん、じゃあ一回閉めて、気をつけないとぶつけちゃう。1枚。これで2回目ですね、このゴールドアイランドツーリストセンター。これ何人降りてくれるかな。とかが危ないよな。
best Angel Shores Seagulls game to be at the stadium here. It's so close to my house that I can almost hear the crowd chanting from my kitchen.有料日でいくら入ったかな？結構入ったかな？59,000円。あ、やっぱ車椅子だからいたか。あ、違う。これ乗ってくれるかな？見えないっすね。これで見えるかな？見えた見えた。乗ってくれましたね。またこれ結構急がないと。時間がない時にチケット販売できるように待機してる時、こういう時って一番あれですよね。チケット欲しい人が誰もいないっていうこのあるあるですよね。けどまあ結構これ今時間が、ギリギリな状態なんで、そこら辺もちょっと意識しながら時間短縮していかないと。おっと、これは営業時間外になってしまうんで。けれどもあれですね、なんだろう、また一番目のあのターミナルのところにバス停を、バス停設定して止まるようにやってるんですけど、また次2番目って扱いになってるな。あ、違うか。数字がおかしくなってるのか。これは騙されないように、これ左っすね。ここ左で、狭左下の次のバス停っていうところは、2番って書いてあるんですよね。
程度もトランジットターミナルって書いてるから多分一番な気がするんですよね。見てみよう。トランジットターミナル。なんだよ、多分。あ、ここで止まれっていうことか。それだったら被災者のあそこを一番にしてほしいですけどね。前回そういうところであれだったのかダメだったのか。なんかそこのターミナル越えた時に降りたい人が何名かいましたからね。なんかいろいろと難しいな。ターミナル含めるとちょっと難しくなってるかも。あ、けどあれ、マップ上に2番って書いてますね。なんだろう。ここを左。この上っすよね。で、これの右側、ここか。バス停 OK かな。間違ったな。また何かが何かが邪魔してます。ちょっと待ってよ。まさかこれ。もうちょっと右に寄りなさいっていうこと？あ、それがこの。え？ I'm going to see my granddaughter soon. She was born not too long ago. またなんかおかしくなってますよ、これ。何かがっていうのはちょっと教えてほしいですけどね。逆に寄りすぎてる系？逆にちょっと目いっぱい左に、目いっぱいじゃなかったな。衝撃的で、何も喋れなくなってしまったんですけど。どういうこと？あの、歩道に乗っかっちゃダメ？っていうことなんですかね。このスロープを使うシーンとか見たことないからあれですけど、
一回段差車道にすごく出してしまうと、なんか歩道の方に登れないっていうケースがあると思うから、歩道の方にスロープを下ろしてあげるっていうのが正解な気がするんですけど、違うのかな。よし、待機だ。シングルチケット。学生、はい。Thank you. どうですか ?This one チケット、はい。こういう時は8。こうしよう。Thanks. で、この回で乗車15人いけるかな？何周すれば15人到達できるでしょうね。眩しい。景色いいっすね。やってると多分私ぶつけちゃうんで。で、あの奥のなんか建物とか気になっちゃいますね。よし、またサクッと回りましょう。よし、マイナス4分。よし、OK か。ちょっとこのタイミングで、あら、ああ、チケットプリーズ、はい、はい。まあ、やっぱ後でやろうか。アップグレードについては。はい。おお。なんて言った？あ、オッケー。
う強引じゃないか。で悪いことしたからってすっげえスピードで走ってますけど、すんごいあれですね、運転荒いっすねあの人。距離呼び、これサクッと表示できないのかな。星が 3.8、 え誰もいない、違う、へえそうだ、うん、評価 3.8 はこの永遠に遅すぎですってなってる以上は不可能っすね。4以上になるっていうのは、一回あれなのかな、他の方に運転を任せてまたすぐに戻ればリセットされるのかな。それや、あ、いった、びっくりした、あーめっちゃびっくりした、標識にぶつかっちゃいましたね。どうだろう、一回離れてみましょうかね。離れて、どこ歩いてるの？寝ているバスの方がいらっしゃいます？いる？やはりあれですね、乗客15人。ボーダーイランドツーリストセンターで、まあ、ここですけど、バス停が。2周？いや、これです。3回目か。3回目ですけど、乗降させましょうがクリアならないですね。あれ？あ、これまさか回送？やべ、次先ほどの上のところに走らないといけないです。ここに止まらないといけないですもんね。ちょっとどこ行くんだろう、まあ多分階層なんだろうな。これの合間に全部アップデートかけて、うん、じゃあどうしようかな、また時間進めてもう一回行きましょうか。ルート9の時間を4時から走れるから。で、あとは、いい時間は、お昼か。なるほど。じゃあ、12時ぐらいに、12時ちょうどにしてからまたスタートしましょうか。あら。すごいところで降ろされたな。
よし、タイムアップ完了したので、また、9番の、ところに、で、走りましょうか。あ、これなんか、選択しなくていいのかな？あ、おーおーおおおおおちょっと暇なのかな暇すぎて遊んでたかなもしかして。12時なので。え？スケジュールよりも早すぎます。次早すぎる問題があるのか。もう、まさか営業時間外になってる。ちょっとゆっくり行きましょうか、今回は。あ、行かせてくれますか？バッシュメーター21でもくぼみに入ると怒られるのか。なるほど、まあ、ゆっくり行きましょう。あ、けど早す、3分は早くても完璧のタイミングって言われますね。 I need a ticket. I need a ticket. Thanks. One ticket, please. One ticket. Thank you. はい。どうも。早いって言われるか。あ、いい時に降ろさなくては。はい。今回のゴールドアイランド、これ15人のミッションクリアできるかな。もしかしてこの営業時間外とみなされていてカウントされてないとかだったらかなり悲しいですけどね。まあ、ここら辺はちょっとゆっくりめに走ろうかな。
先に行くんだったら先に行ってほしい系ですね。よし。じゃあ左に曲がって、うん。本当あれですね。毎日雨降りますね。車椅子の方が、あ、シングルチケット、はい、何を言ったかがわからないですね。え、また？あ、時間あるからあれだ。そういえばチケットチェックしましょうか。うん。これで怒られなくなりましたね。あ、こうか。チケット、はい、一日券、はい、 OK ですね。あ、違う、これの不具合もすごい気になりますね。なんかイメージタグみたいなやつこんなところにそのコマン、うん、タグメッセージとか出されてもよし。うん、時間の帳尻合わせするために2駅に1回ぐらいはチケットチェックしましょうかね。そうか、早すぎるとそういうこともできるのか。うん、ちょっとまずは評価とか上げないといけないですからね。お金も大事っちゃ大事ですけど。完全にイメージ ID
ティーリング、ウィール、キャッシーも気になるな、こういうの。何のイメージを出そうとしてたんだ。オック。はい。いませんか？はい。そうだ、閉めて。これで次でクリアになるかな。15人ぐらいもう乗り降りしてると思うんですけどね。営業時間外とか何かでカウントされてないとかあるかな。珍しくここで詰まってますね。というか車の量多いな。別に何かここでぶつけちゃったんで気をつけよう。ちょっと左側から右に入って左に行くんだ。よし、これどうだ。こんなタイミングで大音量か。どうだ。チケットあ、クリアしましたね。よし、また広告をアンロックっていうのがなんか見えましたね。ゴールデンアイランドの広告を使ったバスを1台所有しましょう。ゴールデンアイランドのレベル 3まで。で、ゴールデンアイランドとウェストオークウッドを最低でも1本のバランス安定ルートで。なるほど。うん。じゃあまた次。ピンク色の髪の方にバトンタッチして。Hey, where are you going? 何？怖っ。どこ行くんだみたいなことを言ってたのかな。ここ怖いんで。またいつも通りここら辺に飛んで。はい。よし。で、ミッション、次のミッション。ボーダーアイランドレベル3まで上げないといけないですね。あ、けど4つ目のミッションもありますね。ボーダーアイランド改善。アイランド観光。CNG バスで午前と午後のピーク時間にルートを走りましょう。だからオールマイティの方じゃなくて、こっちの、そうか、フルタイムじゃなくてピークの方で午前と午後で走りましょうみたいなことを言ってるのか。で、ロードアイランドと、ウェストをクート。最低でも1本のバランス安定ルートで稼ぎましょう。まあこのルート作って走りましょうということでしょうね。で、ここを使おう。レベル3まで。で、ちょっと、まあ、レベル3まで上げるのが、ちょっと時間かかると思うので、ただある程度、まあ、レベル2の後半ぐらいまで、出るかな、今で。うん。まあ、ちょっとレベル2は後半まで、ちょっと、この後走らせて、次にはまあ、この一周走らせれば、
ある程度レベル3になるっていうところまでちょっと先に進めておこうかなと思います。はい。ただまあちょっとお金が貯まったら、うん、ここら辺のルートに今結構空いてると思うんで、そこに割り当て、うん、広告何かつけて割り当てていくとかっていうのもちょっとやって、お金を、うん、ある程度貯めれるような形にはしていかないと、うん、そうですね、この後のバスの価格が結構高いんで、もうそこら辺のそういう動きをしていかないと、うん、最高、うわぁ、これ使いたいっすね。かっこいいな。え、これあれかな、天井、天井は見えないんだ。空が見える系じゃないのね。あー、けど結構な金額だからあれですね。やっぱちょっとお金をどんどん貯めていかないといけないと思うので、まだちょっとこの後、はい。まあ、先ほどお伝えした通りな、ちょっと、ことをやって、はい、進めていきたいと思います。はい、では。今回ここで終了にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。